高<ど>高橋君、はい、高橋君公明党のでございます、えー、本日はあ3名の参考人の皆様に、まあ、それぞれあのご専門の,あの知見に基づいて、貴重な、大変貴重な意見陳述と賜り、あの感謝を申し上げたいと思います。 この度の地域公共交通活性化再生法の改正につきましては、もともとこの法案、法律自体が、地域の主体的な取り組みによって、地域の旅客運送サービスの持続可能な確保に資する取り組みを推進することが目的であるということが、私は大変まず重要なことだと思っておりまして、この法案につきましては、まあ、あこれまで、 4度にわたり改正をされてくる中で、まあ、直近の令和2年の改正においては、地域公共交通計画、こういうものを作成することを義務化したりです、ね、また地域旅客運送サービスの継続事業を創設するなどのさまざ、あ、まな政策手段が可能となってきたところでございます。でそしてあの今回の法改正の主眼というのは、まあ、まさに官民の間、交通事業者間など、まあ、地域の関係者の連携、 共同そしてこれは競争とともに作るということで、利便性,可能性、持続可能性、生産性が向上するように、この地域公共交通ネットワークを再構築するリデザインをすることが目的となっているものと承知いたします。その上で、私、一番重要なことは、この地域の発意とか創意ですね、この創意というのは、作る方の創意ですね。 や工夫を、まあ、どのように、まあ、行政として、えー、この応援とか支援とかしていくということかというふうに考えておりまして、まあ、とりわけその住民目線に沿ったです、ね、この地域独自の取り組みの,この重要性をに関してです、ねまあ、そうしたものを支援していくことについての,あの参考人のそれぞれの,あのご意見をお伺いしていきたいというふうに思います。 ちょっと前置きが長くなりますが、あの私、地元、兵庫県では、ですね実は JR のローカル線の維持が大変問題となっておりまして、まあ、4路線、6区間がその赤字収支の状況でございます、そうした中で、兵庫県はまあ昨年には、いち早くですねこの JR ローカル線維持利用促進の検討協議会というものを設置いたしました、そして JR 西日本も参画する中で、さまざま今、議論されております。 でそうした中で、まあ、JR の方の意見としては、やはりあのこの議論というのは、まあ、ノスタルジーではなくて、現実直視で現状維持ではなく、未来志向で議論してほしいというようなこともコメントされておりまして、まあ、別の交通機関への転換など、まあ、幅広い議論をあの求めているところでございます。もちろん、事業者の立場に立てば十分理解できるところなんですけれども、私はこの幅広いこの関係者、 が参画されるような、この今回の再構築協議会における議論においては、ですねやはりこの事業者目線の効率性や経済性の観点だけではなくて、地域住民のや、まあ、この沿線住民が今後、持続的に安心して暮らしていけるような、まさに住民および利用者目線に立った議論が大事だというふうに思っておりまして、一、まあ、つちょっと具体的な事例を取り上げさせていただきたいんですけど、 私、この加古川線というところがあるんですが、ここで実は西脇市というところが対象となっております、ここは一番非常に収支が悪くて厳しいとされているところなんですけれど、この市長と私、1時間ぐらいお話をさせていただく中で、さまざま利用促進策を考えているんだという中で、一つ、ですね通学自転車を使ったサイクルトレイン。 の運行というものを提案されました、まあ、これですね、具体的には主にあの高校生等のですね、えー、通学利用を想定しつつ、まあ、将来的には沿線の小中学校の統合が行われる見込みでして、まあ、そうした小中学生の通学手段、またこれから部活動の地域移行がなされる中において、自転車で、えー、このまさにそういう地域のクラブにですね、 まあ通学の途中にまた沿線上にそういったところがあるわけですから利用していく、まあ、こうしたようなことの取り組みをぜひあの進めていきたいというふうにおっしゃっていて、でまたあの通学者に対する定期券購入の補助、これ、知識独自でやろうということも検討をされております、でそれであのこれまでこのサイクルトレインというのは、主に観光目的ではあの中いやいや用いられているものだというふうに。 承知しておりますけれども、まあ、こういう通学目的で、ですねこうしたものとして使っていくことについてのまさに、えー、お考え、えー、これはのまさに行政の側、また事業者の側、それぞれあるかと思いますし、また研究者としては、櫻井参考人はこれ、ドイツとかヨーロッパではまあこれも通常行われているようなことだというふうに聞いておりますけれども、それぞれのご意見をお伺いしたいと思います桜森参考人。 自転車を乗せるっていうのを、電車に乗った経験が何度かあります、でそれほど違和感がないです、で分解して乗せるわけじゃなくて、そのまま乗ってくるんですが、スペースさえ確保しておけば、ですねあの大変便利な取り組みだというふうに思ってます。で、高校生がそれを使うことになって、1車両で何百人も増えるかというと、そんなに生徒数多くないでしょうから、そうはならないと思いますけど、しかし、新しい取り組みとして、それが弾みの一つになるんではないかというふうに思います。 私はそもそも親が高校抑成を学校まで送迎すること自体があまりいい社会ではないと思って,思ってますので、少しでも人自分で通学する機会を増やすという意味で意味からも、意義が大きいというふうに思います吉田参考、はい、委員長、まずあの通学定期については、実験したんですけども、今のサイクルトレインも一緒なんですけども、鉄道会社が通学で使ってくださいねという宣伝を一切してないですね、道府鉄道会社も。 まあ来るるのを待ってる状況だこれを例えば今、あの市のほうにお願いして、教育機関に通して、高校生だったら通学的使ってねっていう話をして、やがてできたところが結構伸びてるっていうのがあるんで、おそらくこのサイクルトレインっていうのも、そういう契機になって行政と一緒に話を持っていくと、えっと、通学の利用の増加になることは間違いないと思います。ただ使うっていうといかあの事業者側としては 普段ギぎりぎりの採算制でやってますんで、普段一1両で120人の高校生策に乗っていただいてるんですけれども、ここに自転車乗っけるとなると、あと2両つけなきゃいけないなっていう、その辺の費用像なんかをちゃんとあの行政の方でちょっと見ていただくような形で、これのおかげで、かえって鉄道会社がマイナスになったということにならない配慮がいただければ、すごく有望な話だと思います。井参考人はい、はい、委員長、えー、え自転車ですか 自転車っていうのは交通論ではあの徒歩歩くフッティングとフット歩くウォーキングとその延長が自転車ですでこういうのはアクティブトランスポートとかアクティブモビリティと言いますアクティブというのは自分の中の内面自分ああ人間自身が持っている力で動くということですでそれに対してじあ自動車はパッシブで 来年期間を使ってエンジンを使って外部エネルギーで動くわけですでこの中でドイツをはじめヨーロッパではこのアクティブトランスポートですねエネルギーを使わない自分のエネルギーで自分のことをやるというアクティブトランスポートが出てきてます。でそういう意味でやはり自転車がですねあの有効だと健康にもいいということです。 特に若者はですねあの自転車をやればいいと思いますその際に公共交通機関とそういうアクティブトランスポートをドッキングさせるということが重要ですですねで通学定期が通勤定期よりも安いということでその部分を補填したらどうかということで私計算したことがあって2,000億円から3,000億円ぐらいあれば。 大体日本全体の鉄道の通学定期が通勤定期並みにしてもですね国が負担すればいいということになっていまして、まあ、事業者の方も助かるんじゃないかと思います。で特にあの豊川では交通連合という考え方でやってるように聞いております私の友人も関わってるようですけど交通連合ですねドイツの運輸連合だけじゃなくて自家用優勝運送。 をも含めた。まあ、ドイツよりも進んだ形になるかもしれませんが、そういうものをやってるので、どうしよう。そういうのをやっていただきたいなと思っております。高橋みず君。はい、あの、それぞれ、本当に、あの、前向きに、あの、ご答弁いただいて、ありがとうございます。あの、私もぜひ、こうした取り組みはですね。まあ、今般の法改正で、新たに。 あの取り入れられますあの、この地域のまさに関係者の方々が、まあ、そういう合意形成を結んでいくにあたってです、ねまあ、そうした取り組みをまずやってみることに対して、まあ、国が例えば調査事業であったり、この実証事業として応援をしていく。 やってみて、実際、まあ、あの今あの、吉田参考におっしゃられたように、さまざ、あ、まな課題も出てくるかとも思うんですが、まあ、実際、それほどこの利用者が、通学者が増えることで、増えないというような結果になるかもしれませんけれども、やっぱりそうしたような取り組みをやっていく中で、えー、実際、地域の方々がそういう鉄道の,この活用のあり方ということについてですね、 やはりあの理解も深まるでしょうし、まあ、それもやってもなお、なかなかやっぱりそれ難しいということでしたら、まあ、その先またさらにあの議論していくというような方向性があり得るかというふうに思いますので、私もしっかり国に求めてまいりたいというふうに思います。え残りの時間、もちょっとあの手短にあのそれぞれお伺いしてまいりたいのが、えー、今回のこの枠組みの中であの、えー、まさに再構築協議会というものが、 あのなかなかこのえー、なていうんでしょう新たな取り組みとして果たしてこれが機能していくのかということがあのまあ、非常に問題という課題になろうかというふうに思います。でそうしたそもそもですねこの国が関わる。 ことについて、まあ、これ自体についてですね、まあ、どのようにしてまあ、あの皆様がそれを受け止められているのか、まあ、も,もちろんこれ、のまずはその地域の自治体が主導してやっていかないといけないことを、まあ、なかなかそういったものが、動きが見られないときに、国まで関与してやっていきますよということなんですけれども、まあ、このことについての、ですね実際これが本当に実効性を伴った取り組みとなりうるのかどうかについて、えー 恐れま森参考人と、えー、吉田参考人にそれぞれお伺いしたいと思います森参考人えと今までの法定協議会というのは、事業者側と自治体とで妥協点を見つけようとしないで、ただ自分の主張を続けていくということが見られたと思います。で今度の制度はあの、昨年の鉄道局の検討会で叩き台できたものはベースになっていると私は受け止めていますが。 えー、例えば検討期間というものが3年で目安として、ですねもちろん延長もあり得ると思いますが、でそして国が関わるということ、それ,それぞれ行間を読むと、ですねいい計画がまとまれば、まとまれば国はしっかり支援するというふうに、立、えー、てつけを読んでいくのが、素直な読み方ではないかというふうにあの思います。これ以上言うと <laughs> お叱り受けるかもしれませんが、私の受け止め方はそういう受け止め方です、で一応、期限を切る、切るから議論を急ぐ、でまとまらな,くない場合、どうするんだったら、ははあの会議がなくなるんじゃなくて、延長というテクニックは当然、行間を読むと想定されているというふうに思いますので、しかし、対立しているものを誰かがきちっと、ここまで飲み込んでくれませんか、これはどうですかということを国が果たしていくという、そしてその上で、 財政的にあの負担も一定程度、国が関与していくということだろうと思っております、そうならないと意味がない、ないと、はい、で今、15年、うちの鉄道をやってきて、やっぱり体感的に感じるのは、やっぱり鉄道会社自体がやっぱりいろんな問題が起こってきて、行政とも話してるんですけども、その中で、さっき言ったら国営公園との連携だとか、それから今の,あの旅行会社との連携とかいうときに、どうしてもやっぱり、特に今、延伸の話なんかは。 あの市の方から国の方にちょっとお話しながら進めてるんですけども今までのうちの事例なんか見ていくとやっぱりその中に国が入っていただいて仲立ちしていただくとかそれから国のもとで話し合いをやるっていう時にすごくあの今までの事業が効果的に進むんじゃないかなっていう体感はあの法案を読,読む限りは大丈夫なんでぜひこれはあの国の力もいただきながらあの全国の選手事例にやっていきたいなと思ってますんで私はすごくこの法案については国の会議は、はい 本当に期待しております。はい。高橋光雄君。はい、あの貴重な、あのコメント、ありがとうございました。あの今日いただいたお話、えー、またさらには、あのいただいたご回答も踏まえてですね。あのしっかりと、あの私も、また機会があればですね、あのぜひ、あの国に対してですね、この取り組みが。法改正によって、本当に地域のためになる。 あの法改正になるようにですねあの求めてまいりたいというふうに思いますので、あのしっかりその決意も込めて、あの最後、コメントさせていただきまして、私の質問とさせていただきます。本日は本当にありがとうございました